傭兵がどこにおるかわからんからさ。え、さっきのやつらこいつら違うよね。またお前らかよ。あ、違うやつやん。何これ、何これ、なんかこのファンキーノモって結構うざいね。なんかまたお前らかよ。自己紹介しんどいからやめて。さっきは申し訳ないです。お、てかお互い様の自覚ないから有志なんだよ。さっきは申し訳ないです。この刹にあったやつは謝ってて、煽りがキモかった、煽られたんかな。お前は PS がキモかった、 PS がキモかった、プレイスキルがキモい、ん、ちょっと頭おかしいやつだな。キッズオッツ、喋んなニート、お前もな。やべやべ、キッズ同士の戦いだ。ワクワクすぞ。さあ行きましょう、よろしくお願いします。これこいつらみんな旦那様のネタ提供だったら恐ろしいよな。超恐ろしくない？そうしたらな、ネタ提供者たち。おめえの動画伸びてねえからネタをって。あ、うわー、煽りがキモかったってこういうことか。煽りは仲間に対する煽りかなと思って、さすがにハンターに対するそのエモートはね、まあ煽りって呼ぶ人は少ないからさ。ねえ、ありがとうありがとう。そうしたらじゃあこの祭司を釣ってもらって、うん、祭司を釣ってもらって、まあ回復しても意味ねえな。あ、こないださ、そう、回復して、意味ないよみたいなコメントがあって、俺ね、じっくり見直したらね、意味なかったね。うん、理由はね、俺はおしゃべりに夢中で、祭司が食らってない状況でして、俺は回復してたのよ。あ、やば。もうそのまま釣られたんかい。煽り同士、煽り同士、みんなやばない？いやもうダウンして釣られるのはしょうがないじゃん。もうだって動けないじゃん。それをね、聞き止められるみたいなさ、その煽りおかしいやん。でも現実、今のは、この炭鉱がうんこだね、今のところは。炭鉱が今、1段目のうんこ。はい。で、さらに煽り返してるこの祭司、2段目のうんこ乗りました。はい。一番最初に煽ったのが祭司ですからね。はい。で、さらに3段うんこ。はい。あと、こいつ4段うんこ。はい。うんこを重なりすぎて、この祭司と炭鉱、明日は、明日から、3週間便秘です。ずっと腸にね、だん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 としてね、詰まっていきます。はい、さらにうんこ溜まりました。どん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 便秘が溜まっていきますよ。1年分。どうしたの？あんた、何を食べたらこうなるの？大腸の中全部うんこよ。バイ、ドクター。ははははは。大腸の中全部うんこよ。おもろない、おもろない。パパ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 パまあ、のブチクソロングダックルエグかったな。確認した頃にはもう遅え。この試合もう別にどうなってもいいからさ、もうお遊びやから、そういう時って強いよな。駆け引きがないんだよ。そう、これいつも俺よりやつね、駆け引きがないんだよ。もう俺の中にはもうこれ終わりやから、もう残しても残さんでも、もう引き分けすら難しいが、逆に今の入ったことによって変わる流れが。俺とハンターの駆け引き存在しないから、もう俺はもう行くだけやからね。当たったらラッキー、ミスったら特に何もない、最強。
流れ変わったやろ、これだけで。そしてめちゃくちゃ自分的には面白かったんやけど、どうしたん大腸なんか全部うんこよっていうのが、みんなからコメントそんなにいただけないっていう、ちょっと悲しいですね。悲しいですね。あいつ吸収されるの見ようかな。あ、向こう行った。人形ダウンした。じゃあ人形の方行こうか。私はそこまで信者じゃなかったようです。アンコぶちました。あと新規1台、あと新規1台。妻子があんな感じでダウンせんかったら楽だったんですけど。ね、犯行が自分自身を救助しまして、 OK。 嫌なプレイナイスですね。一応遺産動き。ナイス。鬼没ありますよね。あと瞬間移動もあるので、これここ解読したらもう死ぬわ。自信ある。ボールも少ないし。どうしよう。お、引き止めれないならいいや。はい。俺も救助したし、炭鉱下手したらね、危機一髪あり。そうしたら、騎士こっち側にダウンして、炭鉱と俺が救助で、こう。引き分けですね。はい、引き分けです。最初見つからなかったら楽だったね。なんだそのパラパラ。え、わかんない。俺、運河なのってさ、びっくりしたわ。どうぞ演技を始めてください。あなたたちの、あなたたちの演技を始めてください。強暴で殴られてるのに女神下行くの頭悪、受けた。でこいつはまだおる。やば、配信止まったけど戻った。みんな今俺イーステを見た。吐き捨て初手騎士オーツ、やべえ。抜けたにもかかわらず、これ抜けたことわかんないわ。抜けたにもかかわらず裏で寄る。抜けたのに確認しても初手騎士打つ。ボゲン失礼しました。キーめえ、なんなんだよこいつ。チャンネル登録お願いします。はい。